黒田内閣は、農商務大臣で、陸軍中将、白爵の黒田清隆が、第二大内閣総理大臣に任命され、1888年4月30日から1889年10月25日まで、続いた、日本の内閣である。本校では、黒田の総理辞任後2ヶ月間にわたって在任した、内大臣で公爵の三条佐根富を主犯とする。 参上暫定内閣についても解説する。参上暫定内閣は1889年10月25日から同年12月24日まで続いた。黒田内閣編集1888年4月30日任命。在職日数544日。参上暫定内閣編集1889年10月25日任命。 在職日数61日、1888年5月28日任命、内閣発足当初、伊藤博文は大日本帝国憲法の制定に専念するため総理を辞して、初代数密院議長に転じることになり、公認には、薩摩閥の中心的存在の一人で、農商務大臣として閣内にあった、黒田清隆を、推奨した。黒田は、 自分が務めていた、農商務大臣を定審大臣の江本武明に、兼務させたほかは、全閣僚を留任させて、新内閣を発足させた。黒田内閣の役目は、憲法制定と議会解説によって再燃が予想された、自由民権運動に対する取締り強化と、欧米列強との間に交わされたままとなっていた、不平等条約の改正を実現することであった。 第二本帝国憲法、衆議院議員選挙法が交付された翌日2月12日、黒田は、六名間で開催された、御三回の席上において、朝鮮主義演説を行って、政党との徹底対決の姿勢を示したが、その一方で、立憲改新党前総裁で、外務大臣の大隈茂信を留任させて、条約改正の任に当たらせた。また、文部大臣の森有則の暗殺後、 榎本武明が文部大臣に移動して空席となった低新大臣には大道団結運動の主将者であった後藤翔二郎を当てて同運動を骨抜きにすることで自由民権諸派の団結を阻止した。また条約改正の分野でもメキシコとの間に平等条約である日牧修交通商条約を締結することに成功、列強との条約改正交渉も順調にいくかに見えた。 しかし外務省が用意した改正草案に妥協案として外国人裁判官の任用の条項が含まれていたことが明らかになると蜂の巣をついたような大騒動となった。一旦解体したはずの大同団結運動が今度は板垣大助を要して再燃し、政府内からも山形有友、後藤翔次郎、伊藤博文、井上薫らが妥協案に反対する意思を示した。 黒田は大熊を擁護したが、条約改正交渉は中断に追い込まれた。そこへ来て10月18日には馬車で外相官邸に入ろうとした大熊に国家主義団体、現用社団員、苦島つ吉が爆裂弾を投げつけ、大熊が右足切断の重傷を負うという陳事が発生した。身体極まった黒田は1週間後の25日、大熊を除く。 全閣僚の辞表を提出した。明治天皇は、黒田内閣全閣僚の辞表のうち、黒田の辞表のみを受理して、他の閣僚には引き続きその任に当たることを命じると、共に、内大臣の三条下ネトに、内閣総理大臣を兼任させて、内閣を存続させた。この時憲法はすでに公布されていたが、まだ執行はされていなかった。諸制度の運用に関しては、 天皇の裁量が許容された時代だった。三条は1868年に大乗官制、伊藤が内閣総理大臣に就任したことに伴い、三条は内大臣として宮中に回り、以後は天皇の側近として、これを常時保筆することになったのだが、そもそも内大臣府は三条処遇のために作られた名誉職であり、実際は彼を二階へ上げてはしごを外したも、同然だった。 さすがの明治天皇もこれを気の毒に思っていたのである。天皇が三条に下した命は臨時兼人ではなく兼人であった。三条は総理大臣の職権の強さが条約改正交渉問題の混乱を招いたとして内閣職権を内閣官制に改めた。天皇が次の山形ありともに組閣の対面を下したのは実に2ヶ月も経った同年12月24日のことだった。 そのため、この期間は一つの内閣が存在したものとして、これを三条暫定内閣と呼ぶことになった。しかしやがて憲法が施行され、内閣総理大臣の臨時兼任や臨時代理が制度として定着すると、この三条による総理兼任の背後事情は、次第に過去の特別な例外として扱われるようになった。今日では、この2ヶ月間に、 内大臣の三条が内閣総理大臣を兼任していたとはしながらも、それは黒田内閣の延長であって、三条は歴代の内閣総理大臣には含めないとすることが時代の趨勢となっている。ありがとうございます。